他のね、さっき他のライダーの方がね、今何度あるんかっていうことで、温度計を見ましたらですね、日が当たってるところで 35.5 度らしいんですよ。10月よ、これ。10月に 35.5 度って何なんですか。のんびりしてる風景やね、ね。混ぜながら飲んでくださいで、混ぜた方がうまいな、やっぱ。混ぜた方がうまい。なんで椅子があるのに立って飲んでるか、なんで、ちゃんと影ができて椅子もありまして、椅子があるのになぜ立って飲んでいるのか、それは椅子が低いから、お腹が使えるから立っていただいてます。入場料520円、滞在時間30秒。はい、勘違いしましたね。村上三島っていうのは書道家の名前で、中はその書道家の筆とか描いた絵とか書とか、そんなものが並べられてましたね。いわゆるね、因島とか能島とか鶴島とか村上三家がこう支配してた島の村上三家ゆかりのものをね、置いてるのかな、現地してるのかなと思ったら、まさかの村上三島さんっていう書道家の方でしたね。誰誰よ。知らんよ、知らんがな。残念。520円も払ったんやから、中でちょっとトイレでも借りたらよかった。
ぐるーっと行ってきたね。本場の博多の塩ラーメン
ただきましたね。塩ラーメンね、サービスエリアとかいろんなところにメニュー置いてあるんだけれども、今まで食べた塩ラーメンは何だったのっていうぐらい美味しかったですね。さすが本場で人気店は違いますね。あと伊予の貝ご飯、まあ、よくあるね、炊き込みご飯、目的地は右側です。まあ、よくある炊き込みご飯かなと思ってたら違ってましたね。はい、アサリがいっぱい入ってだし茶漬けみたいな感じでしたね。だし茶漬けを具だくさんの貝、綺麗なビーチやね。Google 先生、これ来るときこっちやった？もうちょっと広かったんやね。これ急やぞ。しかも狭いぞ、Google 先生。合ってる？ちょっとなんか怪しいぞ、先生。激しく急勾配やぞ。道激しく急やぞ。狭いし。合ってる？先生、合ってるの？これ。先生、すごいショートカットしたな。およそ300メートル先、右方向です。あれ？あれ？さっきのとこに戻ってない？先生、これこれ絶対、先生、さっきのところ戻ってるって。いや、もう帰りたいんやけど先生、右方向です。前のが残っとったんかいな。およそ200メートル先、分岐を右方向です。やっぱり二輪車も ETC つけてる方が多いんですね。車でちょっと見えないですけど、前の方も、前の方も見えないんですけど、一致しつけてました。さあ、あとは今治方面に向けて松山帰ろうかなと思います。最後まで
ご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。皆さん元気で健康で明るく過ごしましょう。